はい、どうもコマンチ王者翼です。アダストリアの主任の絶大な給料について語ります。だいぶね、細かな金額が書かれたきちっとした共鳴最初は再生リストに並べてますので、見たい方は動画説明欄に URL 貼ってますので、そちらからおたどりくださいませ。ではいきます。基本給が26万1000円、家族手当が2万円、役職手当が2万6000円、通勤手当が1万円で、月収が31万7000円ですね。賞与が年間2回で、126万8千円。年収が507万1000円となってます。こちら年収サイトと有価証券報告書よりですね。はい、終わります。